おはようございます、釣り子 TV です。じゃじゃーん、釣り竿がね、届いちゃいました。こんなね、グローブライドダイバーね、これはすごいなっていうことで、で送り先を見るとなんとなんと OSP からね、グローブライド、まあいわゆるね、ダイワの竿が届いちゃいましたよということで、早速開封していきたいと思います。ね、どんな竿かな、上って書いてありますけど、これ何なのかっていうと、OSP がですね、イクサっていうこうフォトトーナメントをね、シーズン中によく行っているんですけども、今はね、東北のロックフィッシュの大会が行われているかな、それの、東京湾でシーバスでっていうね、大会があって、そこにね、エントリーしてたんですよね。で最後にこう抽選会みたいなのがあって、そこでね、なんとなんと当たっちゃったのが、じゃじゃーん、はい、出してみましたけど、ラブラックスね、番手がですね、 AGS の、90ML っていうことで、おかっぱりに具合のいいロットかなね。AGS ガイドの竿って持ってないので初めてだな。ちょっとね、楽しみなんで早速開けていきたいと思います。いや、太っ腹ですよね。あ、こんなのが当たっちゃうなんて、軽っ。今のシーバスロットってこんななんだ。めっちゃ軽いですよ。はいはいはい、新品、まあもちろんですけど、はー、今ね、こういうものがついてる状態でもね、この AGS ガイドってめっちゃ軽いな。ついでみます。はこうつまめるぐらい、こんな感じで持ってもね、全然重く感じない。とんでもないそうですね、これは。はい、ラブラックス、こっちから見ていくとこうなってね、ここがね、リールシート部があって、で、あー、ここにね、ルアーとかをぶら下げるようなね、こういったところがあって、で、ロゴですね、まあ、ここら辺の装飾もね、ごくシンプルにしていても、ここら辺から、ブランクスになるので、で、これですよ、 AGF、 俺ね、初めてなんですけど、これほんと軽いですね。これが、軽さにね、すごい効果を発揮してくれてるっていうところで、で次部がこんな感じですね。はいね、ここでこういう風についで、でこう AGS がね、続いていきまーす。はいね、ミディアムライトアクションということで、はい、こういう感じの竿ですね。いやー、ちょっとね、シーバスロットっていうと風神ね、アピアの風神シリーズをね、よくね、スピニングロットは使っているんで、ダイワの竿はね、ほんと久しぶりなんですけど、これはめちゃ軽そうなんで、いろいろと試してみたいと思います。今ね、撮影しているね、ここはね、ちょっとね、ルアー釣り禁止の場所なんで、ここで投げたりなんだりってのはやんないんですけど、まあちょっとね、開封動画っていうことで、持ってきてみたんですが、思いのほかね、軽いっていうところとバランス良好で、グリップエンドがね、そこまで長くないので、ウェーディングゲームとかでね、1日こう竿を置く場所もなく持ち続けなきゃいけないとか、そういうところでこの軽さっていうのがね、活躍してくれるんじゃないかななんていうふうに期待しております。何にしてもね、嬉しいね。シーバスは結構長いことやってるんですけど、思い起こせば
20年ぐらい前にね、あの自己記録90センチオーバー釣ったのもね、確かその当時使っていたダイワのショアのロッドだったんで、また久しぶりにね、これ手に入れることができたんで、ちょっとこういった竿でね、おかっぱりゲームで大きな魚ね、狙っていければななんていう風に考えております。まあちょっともね、シーズンも終盤なんで、どうかな、おかっぱり行くのかな、どうかなって、ボート釣りが多い人なんで、まあただですね、OSP の戦っていうね、フォトトーナメントですね、去年も参加して、で今年も参加してね、インスタグラムでね、こう超過を投稿するっていう感じなんですけども、最後の大抽選会では、まあ、順位に関わらずね、こういった釣り竿とかね、あとは OSP のルアー詰め合わせセットとか、かなりね盛りだくさんのコンテンツなんで、まだねやったことないよっていう方がいたらですね、OSP で海を盛り上げていこうっていうことでね、いろいろな取り組みがされているんで、参加してみてはいかがでしょうか。自分はね、フッコサイズ1匹ね釣れたよってね、投稿したらこんなすごいロットが当たっちゃいました。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、OSP のね、戦というフォトトーナメントに参加したらダイワの最新鋭、超高級ロットが当たっちゃったよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。